駅舎改札口南田辺駅は大阪府大阪市安倍野区長江池町にある西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は JRR22。高架化されてからは安倍野区にあるが地上駅時代は東住吉久山坂2丁目が所在地であった。当時の駅周辺の阪和線は 東住吉区の西端にあったが、新しい高架線が区境界を挟んだ西側の安倍の区内に建設されたため、駅舎も区をまたいで移転した。相対式ホーム2面2線を持つ高架駅である。分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。地上時代には天王寺方面に渡り線があった。改札口は1箇所のみ。 天王寺駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅である。また、JR の特定特市内制度における大阪市内に属している。IC カード移効果を利用することができる。大阪府等経年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅の東側は昔ながらの商店が軒を連ねている。 阪和線の高架化事業の完成後は、線路の西側に緑道が整備される予定である。駅の北西には、桃ヶ池公園、南西には、長池公園がある。大阪市営バスが、駅西側に、長池町停留所を設置していたが、2013年3月31日に、廃止された。大阪シティバス三号系統と十四 AB 号系統に、南が辺停留所があるが、 駅からはかなり離れている。同系統では山坂三丁目停留所の方が近い。ありがとうございます。